こんにちは、デリッシュキッチンです。結びちくわと鶏肉の照り焼きを作ります。ちくわ2本はそれぞれ縦6等分に切って1本ずつ結びましょう。鶏もも肉1枚は一口大に切ります。サラダ油大さじ2分の1をフライパンで熱し、鶏肉の皮を下にして並べ入れ、焼き色がつくまで中火で焼きます。裏に返して肉の色が変わるまで焼いたら、ちくわを加えて油がなじむまで炒め合わせましょう。酒とみりん、砂糖、醤油、それぞれ大さじ1を加え、とろみがつくまで炒めます。最後に白いにごま小さじ1を加えて混ぜて完成です。お弁当におすすめの一品です。以上、デリッシュキッチンでした。